皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。なんとですね、自民党全職員に PCR 検査を行うというニュースが出た途端ですね、上級国民かと言って、ネット上で大荒れ状態で批判が起きているというんですね。なぜ自民党全職員だけに PCR 検査全員受けられるのかっていうことで、大荒れ状態って言うんですけど、これ批判してる人のちょっと意味がわからなくて、PCR 検査なんてそんなに受けたいですかねっていう。例えば3月4月ぐらいって PCR 検査受けたくても受けられないっていう状態だったので、その時にね、例えば自民党の職員だけ受けられるって言ったら確かに上級国民かっていう批判は確かだと思うんですけれども、今はもう民間でどこでも受けれるじゃないですか、お金払えば。しかもすごい安い金額で。しかもそもそも受けたいですかっていう。ね、自分が全然全く無症状なのに、受けさせられて出ちゃったらもう2週間何もできなくなっちゃうんですよ。むしろ受けたくないっていう方が普通じゃないかなっていうふうに思うんですけれども、例えばこれね、自民党全職員だけ PCR 検査やって、なんか上級国民かって言いますけれども、じゃあ例えば広島県の一部では、広島市の一部市民に、ほぼ全員に、PCR 検査をやるって言って、もしそういうふうになったら皆さんどう思いますかって話ですよ。じゃあ、あなたの住む県で、じゃあ全員もう強制で PCR 検査やるぞって言われたら、嫌だって反対するんじゃないですかって話で、これ、石原ね、伸晃氏が無症状なのに、入院でね、待機患者がいっぱいいる中で、いきなり無症状で入院したのは、あれは上級国民、まさに上級国民で、ね、石原氏こそ、ね、自分のその政治をきちっとやってないせいで、入院できない患者がいっぱいいるんだから、自分こそ自宅待機してろっていうのはわかるんですけれども、PCR 検査全員受けられるっていうのがそんなに上級国民かっていうか、むしろ下級国民じゃないかっていう、PCR 検査を受けなければならないって、結構今、マイナスなことっていうか、嫌なことなんじゃないですか。だって何にも自分が症状なくても検査やられて、それで症状ありって言ったら何にもできなくなっちゃうんですよ。で、しかもコロナ感染者だって言ってね、この差別されたりもされかねないわけで、むしろ無症状で何ともなければいいじゃんみたいな話なので、PCR 検査をね、自民党職員が受けられるから上級国民だっていう批判はちょっと的外れじゃないかなと。そんなことよりもね、石原伸晃のように、無症状なのにみんな入院できない人がね、何千人もいるっていう中で、いきなり入院するっていう、これぞまさに上級国民で、こっちをね、批判した方がいいんじゃないかなというふうに思います。